MLB、パドレス6、5ドジャース、日本時間9日、サンディエゴ、ドジャース大谷翔平投手は8日、日本時間9日、敵地で行われたパドレスとの地区シリーズ第3戦に、1番、指名打者で先発出場し、4打数1安打だった。5回には大飛球を飛ばしたが同点弾とはならず。試合は5、6で敗れ、パドレスにシリーズ大手をかけられた。 試合後の取材に応じた大谷はシンプルに2勝するということだけを考える。今日終わったことは終わったことで、明日切り替えて頑張りたいと思いますとコメントした。5点を追う3回虫1塁、右腕キングにバットを折られながらも中前へ運んだ。地区シリーズ第1戦以来、8打席ぶりのヒットになった。その後、1死後の手をスカーヘルナンデスの満塁弾を演出。 二塁からおたけびを上げながら生還した。だが、あと一点がどうかった。五回戦闘で左中間後方へ大飛球を打ち上げたが、中堅、メリルがキャッチ。MLB 公式サイトのデータサイト、ベースボールサバントによると、本拠地ドジャースタジアムなら入っていた、幻のアーチ、だった。八回には左腕タナースコットと対戦。しかし見逃し三振に倒れ、反撃とはならなかった。 今シリーズではスコットに3打数無安打に封じられ、もちろん素晴らしい投手ではあるので、こちら側がしっかりしたアプローチ、しっかりした状態で打席に立つことが一番大事と、次の対戦機会に投手を燃やした。スタメン発表、打席中を通して大谷は容赦ないブーイングが浴びせられた。そして、ビート LA、ドジャース倒せ、の大合唱、黄色のタオルがペトコパークを踊った。 威圧的な空気ではあったものの、大谷は盛り上がってて素晴らしかった。ポストシーズンだなと、ドジャースタジアムもそうですけどと、7年目で初の大舞台を噛みしめた様子だった。勝てば王手をかける一戦だったが、2回に守備のミスもあって6点を失った。しかしヘルナンデスの満塁弾などで追い上げた。シリーズは1勝2敗と追い込まれたが、大谷は今日も劣勢からあそこまで追い上げましたし、 そこは自信を持っていい、チームの雰囲気はいいんじゃないかなと思いますね。短期決戦に臨むにあたって気合も入っているし、もちろん勝ちたいという気持ちも出ている。今日負けてはしまいましたけど、全体的な雰囲気はみんな勝ちに向かっているじゃないかなと思いますと、チームの雰囲気の良さも強調した。